今年1月時点での自民党の各派閥に所属していた議員数です。最も多い安倍派で99人、そして麻生派では56人などとなっています。続いてスライド切り替えてください。今回立候補した議員と派閥の関係をまとめました。例えば茂木派から、茂木幹事長と加藤元官房長官、そして旧岸田派から上川陽子外務大臣と林官房長官が立候補するなど、顔ぶれだけ見ると派閥に縛られていないようにも感じられるんですが、白鳥さんどうでしょうか。はい、今回ですね、派閥なき総裁選というふうに言われているわけなんですけれども、ところがですね、やっぱりこの推薦人の顔ぶれを見ているとかなり派閥に縛られているところが、そういう方もいるなという印象ですね。ある程度の派閥の存在感もあるということですよね。はい、一方で上川大臣の推薦人20人についてはうち9人が麻生派ということになっていますよね。はい、これについてはどう考えますでしょうか。そうですね、そこにはですね、やっぱりキングメーカーの麻生さんの一つの意図というのが見え隠れする。麻生さんがそもそもその上川さんを非常に高く評価していたということもあるので、そこでやっぱりこう力を貸しているというところがあるんだと思いますね。派閥の縛りが薄くなっている分、そういう裏の思惑みたいなものも感じられるかもしれませんね。はい、では続いてフリップを用意しました。新総裁の刷新感について、こちらの4つのキーワードをもとに誰がどこに当てはまるかを白鳥先生に、はめていただきます。はい、まずはジェンダーという意味で言うと、やはり日本初の女性総理と、はい、いう言葉も、ね、多く飛び交っていますけれども、どなたになりますか。そうですね、まずは、これ、今日の、出番から言うと、高市さん、はい、そして上川さんというこのお二人がやはり女性総理、初の女性総理候補というところでは、ジェンダーという刷新感がある。そうですね、期待も高まっていますよね。はい、では続いて若さで言うとどなたでしょうか。これまでですね、総理総裁というのは非常に年を重ねた方がやってらっしゃったということがありまして、急に40代ですね、小泉進次郎さん43歳、小林鷹之さん49歳という方が、この若さを体現しているというふうに言ってもいい。やっぱりこの刷新感というのが重要なんだと思うんですね。若さというのもかなりのインパクトありますよね。では岸田総理からこう遠い距離感であるというのはどなたになりますでしょうか。岸田さんからやっぱり変わったということで刷新感も出てくる。そこで言えば、ずっと冷や飯を食わされてきたこの石破さんというのが、この岸田さんから一番遠い、変わったな、岸田政権から変わった、そういう刷新感が出ると思うんですね。ではその他4人の方はやはりベテラン勢ということで、やはり政策で勝負するということになるんでしょうかね。そういう属性として刷新感というのがなかなか出せない方ということになりますと、はい、他の方はやっぱりもうこの政策で戦うしかない。しかもですね、おそらくその岸田政権でやってきた政策というのもある程度売っちゃってやるしかない、そういうですね、政策的な刷新感というのを見せていくだろう。今回のキーワード刷新感、それぞれ説明をしていくとこういうことになるだろうということです。はい、では9人が立候補していて混戦模様になっていますが、県内選出の上川大臣、どう差別化を図っていけばいいでしょうか。はい、まずはですね、やっぱり初の女性候補を目指すというところで、もう一方の女性候補高市さんとですね、どこが違うかというところをやっぱり見せていくことが女性票を集めていく一つの補策になるだろうと思います。やっぱり差別化していく、他と違うということが抜け出していく、その理由になると思うんですね。はい、所信表明演説などもありましたが、昨日の出馬会見の中で、上川さん、いろいろな思いは伝えていたんですが、少しその具体性に乏しいという声もありました。今後政策をアピールしていく上でどういうことが必要になってくるでしょうか。そうですね、やっぱり女性政策みたいなものをもっと強く打ち出していく必要がある。人口の半分女性ですから、それをもっと表現していくことが必要なんだろうと思います。はい、
過去最長となる15日間の総裁選を各候補がどう戦い抜くのか注視していく必要があります。